エフゲニー・ポリバーノフ、エフゲニー・ドミトリエヴィッチ・ポリバーノフは、ロシアの言語学者。スモレンスクに生まれる。日本語、朝鮮語、アルタイ書語、音声学、一般言語学などの広い分野で業績を上げた。特に、日本語のアクセント史に関する先駆的研究をもとに、日本語が、オーストロネシア書語とアルタイ系言語との混合言語で、あるという説を初めて提唱した。 1938年、ニコライマルの学説を批判したために逮捕されて処刑された。ポリワーノフのマグショット年譜を見てわかるように、スターリン時代の共産党支配下の政治に自ら積極的に関わったために、言語学者としては波乱に満ちた生涯を送った人物である。ロシア出身の言語学者、ニコラス・ポッペの回想録によれば、ポリワーノフの抗議は、 非常に優れたものだったが、その風体は、スラム街から来た不老者のようだったとのことである。アルコール中毒者、麻薬常習者であり、泥酔して、女子学生の部屋に侵入するなど不祥事が絶えなかった。語れ腕がなかったが、泥酔して、資源のプラットフォームに倒れた時に電車に引かれたためで、ある。しかし、彼は、紛れもなく、日本語、アルタイ比較言語学、 トルコ語に関する研究で第一級の業績を挙げた優れた言語学者であった。また、スターリン体制下の共産党が公認していた貴重な言語学説を公の場で通列に批判したことは非常な勇気を要することであった。アルタイ比較言語学の分野においては、モンゴル語、ツングース書語と同じく、トルコ語にも長母音が存在したことを証明したが、 アルタイソ語の再高については、会議的だった。日本語研究に関する主要な業績は、アクセント史の再高、方言区分論、琉球語音韻の歴史言語学的考察に関する、ものである。1917年から1924年に、かけての一連の論文において、西日本、特に、土佐方言及び、京都方言のアクセントが固形を保存していることを、明らかにした。 比較言語学の手法を取り入れたアクセントの本格的な研究は日本では1930年代前半にハットリシロによって先言が付けられ近代地春彦らによって推進されたがポリワーノフの研究はそれらに大きく先行するものだったさらにポリワーノフはアクセントが日本語系統問題を解明する決定的な手がかりを提供すると主張した例えば朝のアクセントは 京都方言では、ASA ハットという形をしているが、後半の特徴的なピッチの加工は、朝鮮語の朝ラムダ M との比較から、五末美音 M の痕跡と解釈されること、また、朝顔のような合成後に見られる連絡現象、K から G への優勢を音化もあッさむ、カウエイ参考をガ顔のような過程から生じた、ゴマツビオ音の痕跡であるとし、日本語の固形が、 シーン終わりを許すものであったと主張した。さらに彼は日本語のピッチアクセントをある体系言語における一固定のストレスアクセントとは根本的に異なるものと考え、その起源をフィリピン諸語に求めた。また、日本語の真っ黒は折湯島を伴う形容詞黒の不完全重複型で同一の形式がフィリピンやメラネシア諸語にも見られることを指摘し、日本語は 起源的にオーストロネシア要素と大陸的なある大的諸言語との混合物であると主張した。これらの主張の頭皮はともかくとして、ポリワーノフの手法が鋭利な観察と大胆な推論に基づいたものであった。ポリワーノフの業績は1960年代後半に村山七郎によって再評価され、日本語混合起源説はポリワーノフの没年に誕生した。 オーストロネシア比較言語学に基づく新しい知見のもとに復活した。日本語のキリル文字表基本校では触れなかった一般言語学や私学に関する業績が紹介されている。ありがとうございます。